ギュスターブ・モローによるペリーブ容姿、ラペリは、ポール・デュカスが1912年に完成させた、バレエ音楽。妖精のペリーについてのペルシャ神話をもとに、人間の不老不死への執着が主題とされている。レオン・バクストの自画像、ポール・デュカスは、レオン・バクストの衣装と、舞台装置によるバレエ、ラペリのために、ダンス音楽を作曲するように、ロシアバレエ団から移植され、 1911年に一幕の舞踊師の作曲に着手する。レンの花の聖ペリは、ナターリア・トゥルハノバ、イスカンデル・王は、バーツラフ・ニジンスキーが演じることが決まっていたが、セルゲイディア・ギレフが介入し、トゥルハノバは、ニジンスキーの相手役が務まるほどの力量ではないと言い出して、公演をキャンセルしてしまう。それでもデューカスは、トゥルハノバのためにこのバレエ音楽を完成させた。 デューカスが生前に出版した最後の作品であり、また、最後の還元楽曲である。この作品については次のような逸話が残されている。晩年のデューカスは、自己批判が講じるあまり、ついに自分の不満な作品を、片っ端から暖炉にくべて焼き捨ててしまうことにした。いよいよ、ラペリの自筆譜にも手が伸びようとした瞬間、知人が訪ねてきてその現場を目撃し、 なんとか考え直してくれるようにと懇願した。その時はしぶしぶ承諾した巨匠であったが、その後この作品に対する評価を好転させることとなり、出版譜としてこうにすることにする。さらに、それから数年後には、ファン・ファー・レポアー・プリシダー・ラピリーを追加作曲し、バレエ音楽としてだけでなく、演奏会用の楽曲としても、一段と定材を整えた。ラペリは、 名高い公共的バラード、魔法使いの弟子ほどに有名であるとは言えないものの、デュカスの最も油の乗り切った、円熟した傑作であるということは広く認められている。作曲様式は、ドイツ高機ロマン派音楽の調整感と、還元楽法に、フランス印象主義音楽の火星感が融合されていると言ってよい。また、ワーグナー流のライトモチーフやリスト流の主題変容の、技法も見受けられる。 一方、バレエに先立つファンファーレは、金管楽器だけで演奏することから、金管アンサンブルや吹奏楽団の演奏会をはじめ、公共楽団の演奏会のプログラムに取り上げられることもあり、また、ホテルやデパートなどの開館式、高速道路の開通式など、各種式典において単独で演奏されることもある。戦術のような戦いにより、 ロシアバレエ団による当初の公演計画は流れてしまったものの結局トゥルハノバはイワンクルスチンに振り付けを依頼して1912年4月22日にパリオペラザでの初演にこぎつけることができたトゥルハノバがタイトルロールをまたベケフという男性ダンサーがイスカンデル王役を演じた舞台装置はルネピオのデザインによった1931年には ロンドンマーキュリー劇場においてバレエランワートによって上演されている。振り付けはフレデリック・アシュトン、衣装はウィリアム・チャペルが担当した。アシュトン自身がイスカンデル王を演じ、バレリーナのエーマルコワがペリアクを踊った。バレエランワートは1938年にはフランク・スタッフの振り付けで再上演に挑み、一方のアシュトンは1956年にロイヤル・バレエ団のために 新たな振り付けを行った。アシュトンの審判は、エム・フォンテーンとマイケル・ソムズ・の舞踊と、アイボン・ヒッチンズ・の舞台美術、アンドレ・ラバスールの衣装によって上演されており、英国内では、ハマース・ミズリリック劇場や、マンチェスター・パレス劇場においても上演された。ペリのコラージュ・イスカンデル・王は、青春の終わりの時期に、マグにより、運勢が衰えているとの選択を受け、 不老不死の花であるレンを探しに、ペルシャ全土をさすらっている。三年間の探索と放浪の末に、この上なく静音な土地である、世界の最果てへとたどり着く。アフラ・マズダーの神殿を見つけて、中に歩み出すと、妖精ペリーがそこにいた。片手に輝く星を乗せ、もう一方の手で竜トを掴みつつ、不老不死の花ことエメラルドで飾られたレンの花を運んでいるのがペリーである。 やがてペリーが眠りにつくと、イスカンデルはペリーを起こさぬように、物音を立てないように注意深く、フロー死の花を盗み出す。たちまちレンの花は、イスカンデルの両手の中で、まばゆい閃光を発すると、ペリーは目を覚まし、両手を打ち合わせて声を上げてわっと泣き出す。レンの花がないとペリーは、巧妙のアフラマズダーの午前から退けられて、しまうからである。イスカンデルはこの事態を察するや、 今や、今やペリーより優位に立ったかに思われて、近畿弱役する。しかしながら、アフラマズダーによって、レンの花は、イスカンデルの手にある間、イスカンデルの世俗的な欲望や物欲を象徴する、物意と姿を変えられる。これは、レンの花は、ペリーのものであって、イスカンデルのものではないことを示す証なのであった。そこでペリーは舞い始め、だんだんとイスカンデルに近づいていって、 ついにレムの花をイスカンデルの手からもぎ取ると、クドに舞い戻ってその光の中に消えてゆく。一人残されたイスカンデルは、静けさのうちに立ち往生したまま、自分がこのまま往生する定めにあることを悟るので、あった。トゥルハノバは、デュカスの当時の愛人であった。ありがとうございます。